これ中に何か見えるよ。いいじゃん。アンジ？うん。悪霊退散。うん？女の子ちゃん、あの薬除けの鈴やめたの？やめた。おい、お疲れ様です。誰か見てる？これね、今ね、録画してるだけ。じゃあこちらで。5月生まれの月ちゃんと、うん、撮ってる？どうもしますよ。あとは11月生まれのアンジちゃんと、試合と勉強に勝てるように制約ということです。はい。いいよ。どうやって持って帰るんでしょうか。忘れた。どうやって持って帰るんでしょうか。ね。今日はバイクでした。うん。すごいね、こっからまた。ここで終わり？
俺が来た時っていつだったんだろう。わかんない。なんかもっと長い気がしたけどさ。すごいね、この箱根のさ、山々の木に囲まれて。ここ誰がいたんだっけ。曽我兄弟。曽我兄弟がいたの。兄弟でここに。うん、天皇陛下ご即位20年記念もういい、うん、あと30分でお月ちゃんが帰ってくるので帰りましょう。いいよ、この携帯があるから最高な。私服する、うん、いな帰ってこない方がいいんだって月は。そうなの。そう、ママーって言うよ。だからそれは、うん、フェイク。フェイクいつ帰ってくんだよってやつ。そうだってね、うん、昨日だってね、うん、昨日だっけ、いつだかママが仕事から帰ってくるときあんじゃん、うん、アンジも帰ってたとき、うん、2回ぐらい、うん、帰ってきてないママを警戒したかわかんないけど、うんうん、ママ帰りって2回言ったからね。本当にびっくりしちゃった、うん、帰ってきたのかなと思った、うん、あ違かったとか言って。そのそれは敏感なのよ。でもさ、私よりよしくんの方が厳しいじゃん。何が違う違う、言わないんだって俺。何も言わないの。無言の圧力よ、うん、だから俺がいる時は今まではやっていいもんだと思ってるさ多分、うん、だからあの土日とかきついのよ。あでママが来た時に一斉にこう、うん、やばいってなるから大変な、うん、無言の圧力本当に気づいてるあいつら。分からん。気づいてるけど気づいてないふりしてるさ。そうなの。バカなふりしてる。めっちゃ可愛い。あ、おみこしがある。カツー。カツーって何？すごいおい。ここも撮ってみよう。もう階段わかんないんだよな、撮影じゃ。すごいってわかんないよね。うわ。すごい。こちらおみこしいいの？行かない？あ、すごいねこれ。すごいこれ。すごくないんじゃない？え、そうなの？お祭りの時にこれさ出るやつだな。うん、すごいじゃん。昔のやつじゃないんじゃない？金だよ金。しかもほらすごいのがもっとあった。ソフトクリームがあった。ソフトクリームあった。何？流木これ。何これ。これでもすごいなんかな。すごいから飾ってあるんだよね。どういうことこれ。わかんない。でかいってこと？うん。繋がってるからすごいのかな。多分超巨大な。はい。どれですか？これ。これ？じゃないかな。超巨大な。一言で言うと、はい。
第10。はい、カット。